皆様こんばんは本日はですねドイツのテレスコップなんとかっていう店から買いましたこのオフアキシスガイダーをご紹介します先日届いたばっかりなんですけども特徴としては厚労長が1 0ミリで内径が50外径が80あって3 5ミリのフルフォーマットに対応していると。 いうことで,すね、で、まあ、頑丈な作り、えー、TSGOAG という名前、えー、TSG の G というのはジャイアント、まあ、つまり大きいということを示しています。はい、で、えー、まあ、あのー、既にね、既存の製品で、こういう高度調 10mm 前後のもので、OAG9 と OAG9 というものがあります。はい、こちらはですね、A、PS サイズ対応ということで、フルフォーマットもいけないことはないんでしょうけども、ちょっと窮屈かなということで、まあ、 安定運用を図るために私は、まあ、あのフルサイズを使ってますんでこちらにしました、はい、ちょっと割高になりますけども物、まあえー、が届いて、まあ、見た感じではですね、えー、ここの多分プリズムの棒、えー、とかこの辺のユニットは一緒、えー、だと思うんですけども、えーまあ、こ,のこのリングねドーナツ、えー、ここが、えー、結構、まあ、肉厚、えー、1 5ミリですねこの幅、うん、で、まあ、ネジ穴とバカ穴が切ってある、まあ、この3点この3点 この3点点合計9点で裏にも当然、まあ、こういった落とし込みとかそういったものがこう切ってあると。 いうことで,す、ね、でこれ何に使うのかっていったらまあ、えー、違うパーツをこうくっつけたりとかする時にですね、まあ、もうちょっと板状になっているパーツをこうくっつけてネジ切るなり、えーまあ、カメラマウントつけるなり、えー、そういった自分でねカスタマイズしてくださいと厚労、うん、長、まあ、これ 10mm で設計しましたんで、えー、相手方っていうのは自分で加工して、えー、ここに取り付けてくださいよと、えーまあ、なるべくねこう自由度を高めたような作り、えー、設計になっています。 これが TSGOAG の特徴ですでプリズムのねこの小ささとかっていうのは、まあ、おそらく OAG9 とかと一緒じゃないかなと思います、まあ、一般的なガイド用 CCD のチップサイズに合わせたようなものですねで作られているでここでこれを緩めることができます ポて抜けるんですけどもここ長穴が切っててあっっこ、まあ、ここで通す、うん、でこっちは1点こっちは面で局面で受けていますんで、まあ、おそらく2点で止めるよりもはるかにこちらの方が安定するだろうということで、えーまあ、ここ1点で十分、まあ、強,度は強度というか保持力は保てると。 でまあここはね抜き差しをします、うん、で、えー、こっちについては、えー、ピントの調整素調整ですね、えーまあ、手で調整するんでね最初はエイヤでこう始まって徐々にこう追い込んでいくと、うん、で毎回こういうことをするわけじゃないんですよね、まあ、一度、えー、ピントが合う、えー、同焦点、まあ、つまりその撮、えー、像用の CCD がこっちにあるでコールはこう入ってくる。 高速はこう入ってくる。撮像用の D でこっちにガイド用の CCD この距離が例えば 43mm だとしたら4343 43これがイコールになっているわけですね。起点となるのはこのプリズムの中心から 43mm の位置にガイド用 CCD の表面があると。でこのプリズムの中心から今度はこっち側にまあ撮像用のメインの CCD の表面があると。 でピタッと合わせてしまえばですね、以後はそれを変える必要はない。カメラ、ガイドカメラを変えなければですね、どんな望遠鏡につけても、その、まあ、バックフォーカスとか、そういったシステム構成が合ってるんであれば、どんな望遠鏡にも使えるということですね。 それがまあオフワキの,、えーゆくゆくはい、の難点としてはですねこう航路高速が入ってきた時にここの、ね、プリズムというちょっとややこしい複雑なこういう、ね、反射物のせいでいろいろ斜めから見た時にちょっと今光りましたね、えー、こういうね規制が入った時にまあ乱反射してゴーストを発生させるとかいうことがあります。 うん、ここもねやっぱりこう光って見えるということはもう僕はですね必ずシステム組む時はちょっとでも光って見えるもの、えー、というのは必ず毛、えー、毛シーートをを貼貼るるよよううなテプにしてます、うん、このシールを、えーまあ、マスクすることによって、えー、極力そういう悪影響を、えー、避けるということですね、まあ、そういった対策も今後していきたいと思います。 はい、いうことですねでここの頭の部分もですねこれ素調整できますけどもこれもねちょっとでかいですね43点あのこれはね大きいですねおそらくこの、えー、防具のヘリコイド S とか SS っていうかな、えー、そういったものをこうつけるんでしょうけども、えー、これを外してですね私としてはここに、えー、C マウントのねじ32.8だったかないくつか忘れましたけどもそういったものをつけてもっとスリムにしたい。 これをつけてしまうとここにまた、えー、アイピースのスリーブ突っ込んでってまあやっていくとですねものすごくこの横が広がってしまううんすごく、えー、僕はちょ,ちょっとそこは、えー、いただけないなと思ってますんでこれは改造したいと思います。 ここの部分、まあ、同じような設計で、えー、もうちょっとコンパクトなものを作るということを考えています。はいえー、なんせですねイプシロン180というのは高度調が非常にこう制限されていまして、えー、まあ交照値としてはねイプシロンの180の補正レンズの、えー、まあ面の部分から CCD まで 56mm というふうに言われています。 はい、でも厳密に冷却 CCD つけてそれを測った時にですね積算していくと56プラスフィルターの厚み割る ÷3 私のやつはアストロドンの 3mm のフィルターを使っていますので 3÷3 で 1mm まずプラスで次に ウィ f ドウの厚みです、ね FL、i のウィンドウの厚みが 3.2mm とか 3mm ありますのでこれを3で割ると 1.1mm なんで 56+1+1.1 で1ですね厳密には58.1の航路長の中にこの 10mm の航路長が介在するという考えですねでその他をフィルターホイールもしくはフィルターボックスケースでカメラということですね この構成で58.1に一度してしまえばですね、えー、まあ以降はそのユニットカメラとフィルター関係と OAG この一式のユニットをガポッと外して別の望遠鏡につけることも当然できるし。 大大はは小小をを兼兼ねねねるるの逆でで、えー、なんですよ、ね、要は短い航路上で構成しているんでもうちょっとね58.1よりももっとバックフォーカスの長い光学系っていうのはいっぱいあると思いますんで、えー、まあ汎用性が高くなると。うん 最初の、ね、システムを構築する上でのハードルは高いですけども決まってしまえば後々、まあ、このフルフォーマット、ね、の有効形を生かしながらですねガイド鏡がさらに小画面がいらなくなってくるということで、まあ、長所短所ありますけども、うんまあ、あのいいところを生かしてですね今後これを使っていけたらなというふうに思っております。 OAG9 はどちらかというと APS 対応というふうに考えられていますけどもこちらについてはフルサイズ対応ということでその部分がちょっと割高感ある部分の理由かなっていうふうに思っています。も、う、の、んまあ、としてはですねこんなもん作るのは多分もっともっと安くすあの済むと思うんですけども、まあ 他にそういったものがね50まあ60内径がね6070とかもっと大きいものはいっぱいあるんですよでプリズムももっと大きいものはいっぱいあるただこの高度長1 0リ m でというものがなかなかないですね2030とかにどうしてもなってしまうということでまあこういうものをですね自分でね作るような技量があればいいんですけどもまあ今のところこの内径以上ここの径を広げてもあんまり自分の今のシステムでは生きてこないかなって いいう気もししまますす。で、でこれで、えー、十分かなとが結構ね強度も高い、うん、し、まあ、これ多分アルミなのかなジュラルミンかわからないですけども、えーまあえー、がっしり肉厚で作っている、うん、ここなんで 15mm なんだろうまあこれ外径 80mm ですだから8080 80でこう自分で、えー、パーツを構成していけば、まあ、完全なこう円筒みたいな感じになっていくでカメラがつくうん でここに、まあ、ATI 系の 16IC でもいいし今流行りのねロードスターとか最近出たばかりのスーパースターとかですねそういったこう軽くて、ね、細いそういうガイドカメラを使ってもいいのかなっていうふうに思います。はい ということで、えーまあ、ちょっと説明長くなりましたけども、えー、こういったねオフアキシス、えー、ガイダーというもの,、まあ、あの以前もね銀入の時からデジカメの時にかけてですね、えー、三ツ星さんのオフアキをずっと使ってましたけども、まあ、ここに来てですね厚労長の短いものがしかもフルサイズ対応したしっかりしたものができたということで、えーまあ、再度目,目を向けることになりました。 えーまあ、ちょっとねこれからが、えー、いろいろシステム構成で、えー、大変になってくるとは思うんですけども <laughs> ま,あまた、えー、結果の方はご報告させていただきたいというふうに思っております。はい、ということで、えー、本日は以上ですありがとうございました。